ベント中です。45分まで、13時、これだ、よかった皆さん、こんばんざい。バンザイジャパン長野県の伝道師中山駒です。現在私、長野県安曇野市の、安曇野スイス村にいます。というわけで、やばくちょっと誰かスクショ撮ってやばいよね、安曇野います。なんとね、このね、安曇野スイス村なんですけど、現在ご覧の通り、ご覧の通りですよ皆様。あの御嶽海の田んぼアートを見に来ました。すごくない？めっちゃすごいよねそう、ちょうどさっきまで、ま、数人周りに人がいたんですけど、いなくなっちゃいました私が配信するのをなんか察したのかな。え、すごいでしょ。ちょっとスクショしといて、誰かスクショしてほら、みーちゃんとツーショット。御嶽海のことみーちゃんって呼んでるからちょっとあれだけど私ね、最高ですね。シュープチャリできた、サマス綺麗ね、リュウパパおつこまね、安曇野予想、安曇野シュープ安曇野のね、ネオさんおつこまありがとう。あ、人が来た、人が来た。というわけでありがとうございます。ちょっと人が来たから、ね、ちっちゃい声で行くわ。そう、お相撲さんだよ、お相撲さん御嶽海。お酒飲んじゃってるからスイス村行けないダメじゃん、ウルリお酒飲んでんの。そう、これ何を植えてあるんだろうね。これどうやってやってんのなんか稲なんよな。すごいよね、頑張れ御嶽海って書いてある、すごいよね。ちょ、王道やろね。何植えてあるんだろう、ちょっと近くで見てもよくわかんない。え、ショーチンズください、ありがとう。で、ここにさ、私の顔も植えてもらおう植えてもらおう。あ、タクイ行った、雨の日に。そう、御嶽海、ここに駒の海も植えてもらおう、ね、独占だよ。ハントさんズクダさん、ありがとう。え、みーちゃん呼び言わない？御嶽海のことみんなみーちゃんって呼んでるよね。でもそこから道路右に出てまっすぐ行くとストレスイートのパン屋さんあるから、いいな。そう、行動すごいっしょ、行動力の化身。品種の違う稲って書いてあった。え、でもさ、なんかさ、 すごいわよ、こんな稲ってさ、黒くなる？え、みーたんか、私でもみーちゃんって呼んでる王道、王道、大道、みーちゃんって呼んじゃってる。え、みんなみーたんって呼んでる？私みーちゃん派だな。ちょっとこれで移動します、皆さん。ちょっともう一回スクショタイム。オッケー、スクショした？よし、オッケー。あ、本名か。ちょっとこれで離れます、ありがとうございます。これで移動しよう、スイス村。なんかね、そのスイス村の隣にあのスイス、あのホースランドがあるんだよ。そうそう、私がこの間白石、あの白石ちゃんとさ、けいこちゃんとあの一緒に行った大道ね、大道。こんにちは、ありがとうございます。初見さん、ちょっと待ってね。あ、なんか書く場所がある、書く場所がある。
かる。ここさ、帰ってくか。ここも書く。どこに行く。ちょっと待って、ありがとうございます。あとそちらのポストカードを回ってってください。はい、ミータンのイラスト。ちょっと。ミータンのイラスト。ちょっと待って、ミータンのイラスト。ミータンの顔見ながらね。似てないかも。ありがとうございます。ではそちらのカードのポストカードを回してください。見た。絶対優勝って。来ました。見せるわ。あ、花火上がった。ちょっと似てないけど、似てないけど、じゃあ誰かスクショ撮っといて。スクショ撮っといて。私がここでスクショ撮ればいいのか。オッケー、撮った。よいしょ。嬉しいね。ありがとうございます。よかったら、このポストカードをもらってください。あ、いいんですか？向こう側。あ、向こう側。これ。ありがとうございます。必要なだけ持てるよ。必要な分だけもらえるらしいです。もらいました。ありがとうございます。ポストカードもろた。いいですね。こんな感じで。みんなありがとう、星投げ。カウントありがとうね。ちょっと よいしょ。すごい、あのスタッフさんが誰だろうって目で見て見えてます。なんか天気が良すぎて、あの携帯の画面がめちゃくちゃ暗いんだよな。だってこれ誰かスクショ撮って、スクショ撮ってめっちゃいい天気。ちょっと御岳海と写真撮ろう。御岳海と
みーたんとおとろめっちゃいい天気撮った誰か撮ったというわけで今度安曇野ホースランドちょっと歩くか。ありがとうコメント読めなくてごめんね。落ち込まラプタもありがとう。花火上がったで初見さん長野県あ勝昭やん久しぶりありがとう。そう変わったの時間帯ごめんね配信時間変えたの26日までやって今のね御嶽海の田んぼアート26日までちょっとこのラーメン屋さんめっちゃ入りたいんだよね。ね太郎ちゃんヤッホーありがとう。そう今ね御嶽海の田んぼアートを見てきましたよ。後で載せるからツイッターに。ここのねラーメン屋さんめっちゃ気になってる白金さんちょっと後で食べようかなどうしようかな。そう顔はめパネルであれ御嶽海の隣に顔はめできるのあれもり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 ぬっきーあちょうど休憩時間みんな太郎ちゃんもありがとう来てくれてセルバンさんあセルバンセルバンさんってセルバンさんですかびっくりしたありがとうございます。今安曇野市に来てて今ね御嶽海の田んぼアートを見たのでこれから今安曇野のホースランドの方に向かおうかなと思っております。あ順位上がったやったありがとうございます皆さん。初見さん、ダダさんありがとうございます。なんかね天気が良すぎてあの画面がね一番明るくしてもね暗くなっちゃうのよな。いつもあセルバンさんありがとうございます。この間お誘いいただいたのに行けなくて申し訳ございません。めっちゃ天気いいよねさっきまでこれ曇ってたんですよ実はね。ごめんねなんかね今ね御嶽海の田んぼアートのところにねサインとイラストをあの書いてきたよ御嶽海で御嶽海絶対優勝って書いといた。えありがとうみんな。めっちゃ天気あ、JKT さん、また来てくれた、チャリできた、ありがとうございます。ね、初見さん、ゆうちゃんさん、ありがとうございます。チャリできた。ミキタンさん、チャリできた、ありがとう。太陽神、コマさん、いや、マジで太陽神だと思う、自分は。晴れ女がすぎる。というわけで、今からね、この間、新州ガールズの撮影できたんですけど、あのこの間はねその撮影であの白石恵子ちゃんとね今お名前違いますけど未来ちゃんと来た安曇野のホースランドにやってきました。あれー閉まってるあれ安曇野のホースランド閉まってるんだけどあれ休業中だけどちょっとスクショだけ撮ってく嘘やんちょっとやってないよしんど休みだね残念でした。看板と一緒に撮るか無念。ちょっとジューベイ君に会おうに行こうと思ったのにジューベイ君にまた寝ろうと思ったのにお馬さんちょっと残念でした。あっちマジ今日めっちゃ暑いいい天気だよね。初見さんヨッシーさんありがとうございます。まさかすぎるあカンナちゃんカンナちゃんありがとう来てくれて ちょっと待ってね
何これ、初見さんのコメントおもろ。え、すごい雲の巣張ってるけど大丈夫？スクショ。休みでした今日。ホースランド休業日。残念。そっか。あ、誰かあのあれやって。あれタイムキーパー。サバスリハビリ行ってらっしゃい。なんか休業って書いてある今日。もうダメだね。残念。半蔵さん一周とカウントありがとうね。ジュンディありがとう。初見さん、ルネさん、そしてヨシさんもありがとうね。みーちゃんいい天気だねってね。ね、猫パンもありがとうね。そう、ちょっと記念写真だけ撮りたいよね。あっち、わ、馬見たかった。ジューベイ君に会いたかった。残念でしたね。ちょっとこれこんな感じでホースランドでございます。残念。あとワイナリーさんも休みだね。ワイナリーも休みらしい。ちょっとワイナリーの方も行くか。とりあえず地元に根付いてるねって。そう、今ねイベント参加中です。まあ、秋をね見つけようっていうね、ちっちゃい秋見つけようぜっていうね配信なんだけど。そう、わさ、どうしようかな。なんかね、彼岸花かそばの花を見に行きたくて、もう安曇野から離れようかなとは思ってるんだけど。そう、 あのねわさび農場ね、この間行ったのよ撮影で。安曇野アップルスイス村ワイナリー、はい、ワインブドウ農家の女です。どうぞ。いっぱい今日スクショするところあるね。内藤さんチャレンジ来てありがとう。そう、わさび農場行きたいんだけどね。いやマジ暑い今日。ほら、ブドウ畑あるよ。ブドウ畑ある。あれ、もう取っちゃったんかな。待ってないね。あー、取ったっぽい。もうぶどう畑、いや、yeah. お、ウルリさん、それさ大町経由で見舞行くとそば畑広がってる。あ、本当に。ウルリさんさ、それこっからどのくらいかかるかな、車で。ヤグモン次どこ行くの、ちょっと決まって、今決めてる。今決めてる。みーちゃんカウントありがとうね。皆さん、星投げカウントお願いします。そう、地元かつね、行動範囲ね広がるよね、車持ってると。そう、スイスワイナリー無念。今日は安曇野ホースランドさんとスイス村ワイナリーはお休みでした。残念。まあね、さっき配信の一番最初にね、御嶽海の田んぼアートをね見ましたね。みんなよかったらさっきのやってください。さっきのスクショタイム設けたやつ載せて。すごい馬の匂いはたくさんするんだよな。会いたかったな、ジューベイ君。ちょっと、あ、いる、馬いる、馬おるよ。見える？馬見えるか？見えた？馬見えた？いる。そう、わさび農場近いよね。スクショ、
今日いっぱいスクショできるね、みんな。馬がそこにいるのに。あ、ほら9月のお休みって書いてある、ここに。残念。13、14、15はねお休みなんだって。尻尾見えた？馬めっちゃいるよ。いやマジあっち今日なんだこんな暑いの。何度？マジ暑いよね。連休になっちゃってるね。ね、馬とヤギがいるよね、あそこ。あっち、いや馬の匂いさするよね。なんか野生のさ、野生というか動物の匂いだよね本当に。あ、社長社長ありがとう社長。ね、初見さんありがとうね、たくさん来てくださって。ジョージーさんありがとうございます。チャリできた。3、40分。あ、本当に白馬から長野のオリンピック道路行く途中。え、わかるかなそれ、私言われて。ちょっとさ、ウルリさんそれさ、私にリプライかなんか DM でもいいからなんか送ってね。社長ありがとう、やっほーい。プチ観光ね、歯入っちゃう、あんま運動しないから歯入っちゃう歩くと。お蕎麦屋さんもあるんだよねここ。あっちー、マジ今日あっちー。ほら見てください、わかります？向こうはね曇ってるのよ、晴れてるのここだけ向こうは曇ってるの、向こう側はねすごい曇ってて、なぜかねここだけ晴れてるんですよね。面白いよねお蕎麦屋さんいいな。今何時かな、皆さん星投げカウントできてる？ちゃんと。そう、馬馬。え、中野市にもおるの？いや駐車場マジ広い、てか暑いマジ。なんかねホールとかあるのよここがね。なんかスイス村ってところで結婚式場とかイベントホールとかなんか会議室とかね、そういうなんかねものもあったりとかね。あとねさっき言ったワイナリーとホースランドがあったりとか。そうそう、なんかね待って、日陰。いや暑すぎんか、暑すぎてびっくりしてる今私。暑。あ、シュップファイザー頑張って、ワクチン頑張ね。めっちゃ広いよね。ミマの山科さんは僕が毎年審査は。あ、本当に？お蕎麦食べたい。中野市の浜松かな、池の公園のところに馬います。あ、本当？そう、馬の鳴き声聞こえたでしょさっき、ブルルって。宮さんのサバ畑ってお日様の撮影場所だってね。連休暑い。次の枠多分24時、夜です。夜24時。あっちい、あっちいあっちいぜ。いやめっちゃ綺麗だな。でも私だけではこんな汗かいてるの。なんかそう、なんかスイス村のレストランもあるんだけどさ、なんか一緒に休業してんだよねここの。ここも今休業してて。アイスクリーム食べたかったよ、アイスクリーム食べたかった。これなんで休みなんだろう、今日だけ休みなのは。いや26度だって。マジ暑い。なんでね、定休日？毎週水曜日だって定休日。今日何曜日？水曜日か残念でした。さあ、安曇野まで行った。え、今回マンボウないの。なんかゆるイベントだからマンボウ全然用意してないあ、お米カウント外れてるよ。お米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 さん
お米さん、カウント外れちゃってる、外れちゃってる。みんなありがとうね。いや、マジ暑い今日。バウンショ、お馬さんよく見て。かわいい。馬な。馬かわいいよな。ねえ、そうそう。ね、コロナ関係なく今日は休みみたいです、みんな。ねえ、そう。あ、そう、今回のイベントさ、ゆるいめなんだけど、あの貢献ランキング上位5位のか5名の方に、似顔絵を描きますので、欲しい方は頑張ってくださいね。あっちー、マジ汗かいた。そうそう、あ、どうしよう、今何時。いや、ついちょっと一回座るか、一回座る一回ちょっと座るか、落ち着いてな、みんな。これ三脚にあのカメラ固定してやってるんだけどさ、三脚ごとこう持ち歩いてんのよ、私。片腕でね。でも三脚、もう軽いやつだけど結構重たい。あっち。いや、ちょっと。いいよ。あ、ここ行ったことある、本当に。キングさんチャリできてありがとうね。あ、全然あの課金しなくて大丈夫よ。課金したい人だけが課金してもろって。いや、あっちマジで、マジで暑いと口悪くなっちゃう。そうそう、馬にさ、あの乗ろうと思ったの、今休業日だった休業日だったホースランドが。だけど、まあ、皆さん少しでもね、楽しめた、御嶽海の田んぼアート見て、歩いてホースランドとスイス村が休みで、入り口でスクショタイムして、今アイスクリーム食べようと思ったけど、アイスクリームも休みで。友達スイス村で働いてる、マジで、ね、水曜日多いね、休館日。長野県さ、どういうこと。ソフトならわさびソフト、いやいいよね、美味しいんだよね。どうしようかな、ちょっとこの後の予定が全く立ってない。とりあえず次のね、配信が24時からだと思うから、よろしくお願いします。ね、水曜日多いよね、休みな。ね、踏んだり蹴ったり。あ、でも、あれよ。雰囲気伝わった？よかった。そうそう。田んぼアートのね、さっきのスクショとか、ぜひ、載せてください。ね、単体でもね、載せますので。いや、全然。もともとホースランドとスイス村はね、あわよくばっていう感じだったんで、まあね、田んぼアート見れてよかったなって感じ。暑い。 いや、テニプリまだ考えてるテニプリを今から見に行くか行かないか今まだ考えてる。田園風景見れてない、シャワちゃん、よかった。見る？畑もう一回見る？ちょっとね、もうね、そう、この田んぼアート見るのにね、あの300円かかるので、もうね、再入場できないんですけど、普通のね、まあ、田んぼアートにはならないけど、田んぼだったらすぐ見せられるかも。OK、準備了解。次の配信の告知するわ。暑い、暑い、暑い、今日は暑いな。高穂神社行ってない。穂高神社行ってない。穂高神社何ある？そう、有料なのよ。ちょっと畑、あの道路越しだけどいい？道路挟んで向こう側の。あ、45分なった？
とりあえず田んぼ見せて終わるか。また夜ね、ありがとうみんな来てくれて。それで、よいしょ。というわけで皆さん、ありがとうございました。配信30分間だけだけど、また夜ね。あ、マジで？アイス屋さんある？え、それウルリさん、それ送って、そのアイス屋さんのさ、アイス屋さんの情報を送って、アイス食べたい。というわけでおつこまでした。ありがとう、またね。